はい、やっていきます。パート37です。はい、パート37やっていきます。合ってる合ってる合ってないかも。まあ合ってなかったら合ってなかったで。パート37だと思ってる、実況ですね。やっていきます。ちょっとあれだけどな。もうほんと帰るだけよ。まあ、前の動画でも言ったけど、ほんともう帰るだけです。バスも来たところでしょう。乗せてー乗せてーした来るっていう約束だけじゃねえか。ちなみにこのシェムあれでしょ、パートじゃないけどパート2、シェムパート2じゃねえや、シェム2でさあってさ、シェム2はディスクのデータの引き継ぎとかしてやるやつだったような気がするからさ、だからさすんごい遅く3月31日までにとかっていう感じでさ、動画じゃねえわ、ゲームをプレイしてそのセーブデータの続きからシェムーツを始めたらどうなんだろうな。いきなり桜が咲いたっていう状況から始まったりするんだろうか。それはそれで見てみたいけどな。もうほんと常に時間切れとの戦いみたいな、時間切れが迫ってくる感じの。申し訳ないですが作業しか。わかりました、わかりました、すいません。誰もいない、誰もいない。話しかけてる時間ないな、急ごう。あ、間に合うかな。急げ、間に合え、間に合え、間に合え。だもう1分1秒競ってるぞ。3時ちょうどまでにバス停に行かないとバスが出てしまう。急げ、本当に本当に急げ。もうちょっと早く走れるのか、もうちょっと早く。セーフ。割と余裕があった。ほんともう駆け込むぐらいの、それぐらいでよかったな。動画的に面白みを、面白みポイントを作れなかったね。これ先に払うんだな、お金。上浜町から横須賀までは、横須賀でやってる、ドブ板までは。先乗り料金で行かれるんですね。明日クリスマスだな。クリスマスにいい思い出が今まで生きてきて一度もない。いい思い出というか、なんか、まあ、やろうとなんかみたいなことがあったような気がするけど、でもなんか女の子とクリスマスってのはないな、今で来て。悲しい、悲しいな。悲しいことだ。悲しいという感情を植え付けられてることが悲しい。そうですね、別にただの日なのに。それがね、最近ちょっと売れ行き。ただの一日なのに。トムのホットドッグとか、ハンバーガー屋とか。このバーガー屋は目じゃないけど。目じゃねえのか。ピザ屋がね、ピザ屋だったっけ。そうですか、そうですか。特にこれといって。そうだ、アジア旅行者はアジア旅行者だけど、こっちの旅行者はどうなの。世界旅行者は以降一度も行ってないけど、ちょっとお話を伺いに行ってみましょう。クリスマスになんかそういうことしてみてえな。いや、嘆いていても仕方がない。自分で手を打っていないのに。ご旅行お決まりで。お決まりで。いえ。いえ。香港旅行ならぜひ当社で。ま、どうぞおかけください。またにします。おい。おい。おい。行こう。なんつうかな、クリスマスだから。センチになったのかもしれんけど、ちょっとすごくこう好意を持って接しようとすると、なんか逆走モードが発動しない。それでなんかこう頑張りすぎて、ちょっと頑張りすぎてなんかアタックかけてるつもりで、でアタックかけてるでもないけどさ、ちょっといいかな、でもないけど、なんかこう
これから用事があるんで、じゃあ。ぐいぐい行こうと しようとして、でそこまで実際はチキンだからできないんだけどさ。おいおいおい、びっくりした。はあ、びっくりした。え？何かあったんでしょう。いや別に。いや。喧嘩？いやそうじゃないけど。お願い、危ないことはやめて。はい。大丈夫だ。大丈夫だ。私覚えたいなこれ。葉月くんにもしものことがあったら。これの短いセリフ覚えたいな。心配するな。きっとよ。約束して。ああ。じゃあまた。じゃあまたな。なんか逆走モードが働いてしまって話逆、普段は話しかけられていたのになんか話しかけられないみたいになっちゃう。わかんねえな。何が言いてえのかがわかんねえな。なっちゃうんですよね。平常心を装えなくなっちゃう。それ良くねえなってすごくわかるんだけど、成長しなかしない部分なんだな、自分の中に。なんか気恥ずかしくなっちゃう部分に打ち勝てなくなっちゃう。何が言いたいのかわからん。何が言いたいのかわからんこと言うとるな。自分の心すらまだコントロールできん俺は。自分の心をコントロールすることができれば何かもっとこういろいろ開きたいするのかもしれない。いやまあまずまずもっといろもっとまず大事にすることはいっぱいあるなと思うけどね。なんかふわっとしたこと言ってるな。ふわっとしたことをこんな風に語ってて後で後悔しそう。中村何してたんだ。ちょっとね、息抜き。この話も聞いたほぼさんで聞いた。またな中村。おろ、なんか濃いメンツが集まってる。お兄ちゃん、あれ、あ、山岸のおじちゃん。そう山岸さん、もう元気に。はい。それだけ。濃いメンツか。かよこちゃん。かよこちゃん。よう名前覚えとるな君。かよこちゃん。かよこちゃん。かよこちゃん。車には気を。じゃあ。行くから。はあ、その逆走モードっつうかなんつうか、ほんともう厄介でさ。厄介でっちゅうかなんちゅうか、もうほんともう。はあってなる。はあってなる。リカバー不能だし。最近じゃね、メールじゃなくて LINE なんてものがあるもんだから、ついついこう気軽に LINE をしたりするけど、それもな、逆に自分がなんか、送った後何も反応ないと、すごくしょぼんとした時期を、しょぼんとしてしまうよな。そうだ、ガチャでもしよう。何なんだろうな、俺は。何がやりたいんだ。面白そうだな。いや、何を言うとんだ。何をわけのわからんことをこうとうとうと語っとんだ。クリスマスだからとかっていう、そういうところでセンチメンタルになっていた。おスーパーボールかな。スーパーボール2。これはカス外れだな。続けてみるか。あ、緑色だ。これは見たこともね。なんかあのカートゥーン TV のなんか、続けてみるか、そういう風なのに出てきそう。まあ多分ソニックの仲間なんだろうけど。なんかこの原崎とのこの葉月亮のあれを見てるとさ、やっぱ恋人が欲しいなって思うよな。恋人っていう響きが違うよな。なんか恋人が欲しいわけじゃないんだよな、きっとな。きっとな、そうじゃないんだ。続けてみるか。そうじゃなく、なんて言えばいいんだろう、なんていうの、恋人の欲しさに憧れるっていう感じじゃないんだよな多分。説明しにくい感情だ。お、違うソニックだ。やったぜ。続けてみるか。しない。もういい。いや、なんかもういい。もう良くなってきた。布団かぶって寝よう。もうなんかそんな気持ちになってきた。だんだんとなんかこの夕方の景色とか眺めてたらだんだんと寂しくなってきた。いやいやいや。
それなりに日々は充実してるんですよ。いつも勉強で忙しくてな。勉強で忙しくて。なんとかこう、隙間時間を見つけて実況してたり、それなりに楽しくはやってるんだけど、やってるんだけどねっていう、そういうあれでございますね。もっと明るい感じのゲームしようや。やっぱギャルゲーとかさ、バカバカしいギャルゲーとかやって、現実を逃避しよう。シェンムーだとすごく現実に即してるからさ、すごく現実に即してるから、なんか裏寂しい感じの景色が続くと、だんだんこっちのテンションも裏寂しくなってくるんだよ。それはもう致し方ないことでしょう。ね。裏寂しい現実はそこまで多分裏寂しくないんだろうけど、だんだんとこの景色を眺めていると裏寂しい気持ちになってくるんだ。水を飲みます。水って言わない方がいいな。ブランデーを飲んでます。水とか福さん、稽古つけてくれ。なるべく早く帰ってきてくれ。もう帰ってるんです。実は分かった。実はもう帰ってるんです。あそこやっぱ開いたままなんだな。閉めたいな。あそこ閉めらんのかな。閉められんのかな。すごい私事になるが、少し体動かすか。体動かすか。練習する。怠けたら腕が鈍るからな。暇だしな。これ極めたい。これだけで相手を瞬殺したい。この謎スライディングで。前蹴りとかこういういつでも出せる技をしっかり覚えておいた方がいいような気がするな。後ろ蹴り、これは覚えた。後ろ前、あ、そんなことないわ。後ろ前とかないな。前後ろ後ろとかこういうのもあるけど、ちなみにこれ前だと手刀みたいなの、勝ち上げアッパー。もう技のバリエーションねえな。ここまでにしておこう。やめる。うーし、なんか明るいゲームやりてえな、本当に。明るいゲームやりたいな。あ、この土蜘蛛がちょっと上達した。青いのが増えてる。天狗賞、天狗活とか。これ締めたいんだけどさ、ここ締められんのかな。なんか不用心じゃないかな。すごく不用心じゃない。しかもこれはめっぱなしだろ。これもこの刀のつばみたいなやつ、はめっぱなしだろ。これうん、あの刀ぐらい引き抜きたいな。どうにもできん。好きな髪型ってあるよね。好きな髪型、それはあの、こんな福さん仕事してる。好きな髪型、福さん、涼さん。でも好きな髪型っていうのは、道場に来てください。稽古の相手をしますよ。変わるし、好きなこの髪型にが好きになるだけなのかもしれんなと思ったりするような。時々好きな髪型って何なんだろう。でもどうしても好きなのはあのショートボブが一番好き。こういうな。だから腹先の髪型とか割と好きなんだよ実は。でもこれも昔はそんなに好きじゃなかった。だんだんとなんか絵描くうちにみたいな。絵描くときって短い髪の方が描きやすいんだよな。そうして描くうちになんかだんだん短い髪の方がいいかなみたいな。勝手に福さんの部屋に入り込んできた。逆になんかツインテールとかさ、めちゃくちゃ長いロングヘアとかさ、そういうのはうーんってなるよな。あの絵描くうちにな、描くのめんどくせってなって。だからそういう絵描く人、それをツインっていうのは、まあ、初音ミクとかじゃないけどさ、ああいう紙ってさ、まあ、描く人大変だし、ほんま重要あんのかなっていうかな。現実世界じゃ絶対重要ないしな。
昔すごくストレートのロングヘアが好きだった。子供の頃、子供の自分。イネさん、それはもうあのセーラームーンとかで言えば、申しませんが、ご無理をなさらない。日のレイとか、わかった。愛の誠とかな。イネさん、愛の誠だった。はい、マナミ、愛のマナミ、誠、誠、あのセーラービーナスの人ね、とかね、髪長いのがすごく好きだった。それにあと、あのセーラームーンじゃねえわ、魔法陣ぐるぐるだとジュジュが好きだったし、マジックナイトレイヤースだと龍崎海が好きな程度には徹底的にロングヘアの女の子が好きだったんだけど、不行不屈、それもなんか時代がその趣向、性的趣向、性的って言うんかな、言うほど性的じゃねえかもしれない、そういうの好みの趣向がさ変わるんだよな、いつかな。そしてなんかそうでもないなってな、そんなに髪長いの好きでもないんだなってな。でもなんか心の中のどこかにはなんかそれを忘れてない部分もあって、時々すごく髪の長い人現実でいると、なんかそれはもうアニメのキャラじゃないのになんか非常に惹かれたりね、そういうのがあったりなかったりしませんか。はずき、カチャッパッ。お父さんのなんかあの形見みたいなものはそろそろいろいろ片付けた方がいいぞ。手紙とか出しっぱだけど、今更ながら言わせてもらうけど、またユリがいけてるし、まずいな。本当にただダラダラ喋りながら街をうろついて、この家をうろついてるけど、でもねこうやってうろついてるのもね、まあ甘神の実況を上げてるけどさ、あれほど喋れないんだよな、やっぱ操作してるから。この動いてる画面になんかやっぱりあの意識が集中してて、言うほど喋りがこうポイポンポン出てこねえっつうかさ、まあ言うほど喋んなくてもいいのかもしれんなと思うけどな、喋り倒しはいいってもんでもねえとは思うんだけど、なかなか喋れない。難しいね、アクションゲームつうわけじゃないか、こういう探索系ゲームをペラ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 って喋りながらできる人はすごいなって思うね。それはなかなか難しい、本当に。焼きつくですら、試合中は試合見てるもんな、だから話集中できない。ノベルゲームぐらいはちょうどいいんだろうな、俺にはね。頭の回転的にちょうどいいんだと思う。処理速度が追いつかんのだろう。この画面、目に入ってくる、視界に入ってくる情報を処理しつつ、なんかこう、トークを膨らませていくっていう。例えば、この、このね、冷蔵庫の中に入っているものがあるとする。その冷蔵庫の中に入っているものについて、面白いトークを一つでもできるっていうのが、一流実況者なんでしょうね。寿司です。終わり。正岡式。冷蔵庫開けてみれば寿司がある。正岡式。写実派なんでね、感想をそのまま直接的に言っちゃう。写実派なんで、なんかすっごいリアルだな、ここだけやたらとリアルだもん。これはっつけただけだろ、テクスチャーを。ひそかなみのドッキリテクスチャーを貼り付けただけだろ。ひそかなみの、ひそかって誰ですか。ハンターハンターを知らない人はヒソカは誰ですかって言うんだろうね。正直俺もハンターハンターなんて絶対読まんなと思ってたけど、なんかアニメやってたのつい見て、それなりにキャラクターとかシナリオとか知っちゃってる。でも好き好んでは見るような漫画じゃないよな、あれってな。男の子が見るような漫画だし、よう見たわ、よう見る人がいるわと思うもんな。でも確かにヒソカは魅力的なキャラクターなので、ヒソカのためにハンターハンターを見るのはありなんじゃないでしょうか。無駄話。だって寝れないんだもん。寝させてくれないんだもん、シェンムー世界が。今日終わりにさせてくれない。このイネさん今何を思うだろうな。台所で料理してた横でなんかこう、うろちょろうろちょろさ。無言で、
無言でただこう食器とか開けたり食器棚開けたりこう夜間とかひっくり返してみたりしてるけどさ、どうなんだろうね、イネさん的に。イネさん、リョウさん、なるべく、はい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 、それじゃ、それじゃ、はい、何してんの、なんかしてるよな、手が、何してんの、ほんとただギャルギーやりてえな、ただ、あ、なんか見えそう、お、何が見える、なんか手に持ってるように見えるけど、白いもの、あ、なんか瓶みたいなもの拭いてる、水気を取ってるのかな、こっちからの角度じゃ見えんな、やっぱ横からか、細かいことやってんね、実はこっちから寄っちゃいけないんだよ、こういう風に、ちょっと待って、こういう風に視点を合わせてこっからスライドさせる、これでわかる、やっぱ瓶だな、瓶を拭いてる、磨いてる、へえ細かい、シェムは細かいね、時計、針がすごいスピードで進んでるな、長針が、何の話してたっけ、まあ、いや、おもむろに原口に出るわけよ、原口じゃねえ、原崎だ、原口は阪神のキャッチャーだ、そういえば、いや言うのやめとこ言うのやめとこって、なんかいるよな、なんか身近にいるんだよ、なんか言おうとしてさ、何か言おうとして、あ、やっぱいいわっていうなる人いるんだよ、そういう人いるんだよ、でもそれってすげえイラッとくるよ、イラッとっていう言い方しちょっとおかしいな、もやっとするよな、うん、そこまで言うんだったら、ちょっと待って、賃貸人にかけようとしてる、危ない危ない、はあ、今賃貸人にかけようとしてる、危ねえ危ねえっていうリアクションする前にかければよかった、かければよかった、原崎にかけるつもりでさ、母なる血とか言い出したの面白かったな我が友、父なる天、九つの竜ね、そうなったら面白かった、こちら大勝ち総合ですが、そちらは葉月です、賃貸人お願いします、葉月か、あいにくだが親父には出ている、そしたらね、話が進んで来ていいぞって話になるんだろうけど、残念ながらお家からかけてるからお家からかけてるから別に特に今から行けないしみたいなね、そういうの、そういうイベント、そういうのしてよかったな、原崎電話かけてもどうせ家にいねえよな、残念ながら店番してるかな、原崎、手が動いてる、ねえ、二番さんが出た、もしもし、葉月ですが、葉月ですが、はいはい、原崎さんはいますか、原崎さんいますか、いるだろ、店番してるだろ、そうですか、帰ったら電話させましょうか、いえ結構です、ガチャリ、本当にいいのかい、ええ失礼しました、こんな電話した日にはめちゃめちゃあれだろうな、原崎とかばあさんから聞かれるんだろうな、今日にあの葉月部官の坊ちゃんから電話かかってきたよ、あんたたち仲いいのかいみたいなことでさ、めちゃくちゃこうつつかれんだろうな、あ、寝れた、よし、じゃあここまでにしましょう、23分59秒、パート30何歩か忘れたけども、ここまでにします、ほなまた次の動画で、次はねバイト側の面接とかあるんじゃないの、そんな気がしますね、いや眠たい、寝ます、なんかもう寂しくなってきたので、気持ちが裏ぶれてきて寂しくなったので寝ます、布団かぶって寝ます、寒くなってきたんでね、皆さんもね、ちゃんと暖かくして寝てくださいね。ほな、ほなまた。ほなまた。次の動画で。